イギリス鉄道444型電車は2002年から2004年にかけて製造されたイギリスの直流型電車である。シーメンスが設計した標準規格車両、デジロの英国向け車両の位置形式であり、サウスウェストトレインズがイングランド南西部で運用する長距離輸送向けの第三機上方式の電車として5両編成45本が製造された。 2017年には営業権以降に伴い全車がサウスウェスタン・レールウェイに継承され、引き続きイングランド南西方面の長距離列車で運用されている。イングランド南西部方面では老朽化した旧型のスラムドア電車が運用されており、これら旧型車の置き換えのため、2001年にシーメンスへ新造車両を発注した。444型は出場後の試運転を経て、 英国へ輸送され、2004年4月21日より運用を開始した。車体は片開きに扉で、全面貫通型、一両あたりの全長は23メートルであり、均衡用で全長20メートルの450型より長い。編成は5両編成で両先頭車が電動車、中間3両が付随車となる。中間車のうち一両はビュッフェ車となっている。 電気方式は直流 750V の第三機乗方式だが、交流 25KV による各電車線方式への対応準備工事がなされており、中間車1両にパンタグラフを搭載するスペースが確保されている。ロンドンとイギリス南西部の主要都市間の長距離列車に充当されており、ロンドンのウォーター流域を発着し、ポーツマス、サウサンプトン、ボーンマス、 ウェーマス方面を結ぶ運用に入っている。ありがとうございます。